ヨハン・バン・ベートーベンは、ドイツの音楽家、教育者、また声楽家として、ボンに邸宅を持っていた、ケルン大司教の教会で歌っていた。作曲家のルートヴィヒ・バン・ベートーベンの父親。ベートーベンは、ボンに生まれた。両親は、マリア・ヨーゼファ・バールト・ローデビック、または、ルートヴィヒ・バン・ベートーベンであった。ルートヴィヒはおそらく現在のベルギー、フランドルに位置するメヘレンの出身であると思われ、メヘレンら以外の複数の地域で音楽家として働いていた。その後、1733年にケルン選帝公、クレメンス・アウグスト・フォン・バイエルンに仕える音楽家としてボンに落ち着き、1761年にはカペルマイスターに上り詰めている。同じく音楽の才能を示したヨハンも1764年にまず声楽家として宮廷入りした。彼は歌唱のみならず、バイオリンやチターを弾きこなし、さらにハープシコードやクラビコードなどの当時の鍵盤楽器にも精通し、指導を行った。妻となるマリア・マグダレーナ・ケフェリヒトは、エーレンブライトシュタイン要塞への旅行中に出会ったものと思われる。マリアはその地で、トリーア大司教の料理長を務めた人物の娘であり、彼女の一家は、ボンの宮廷管弦楽団ともつながりを持っていた。19歳にして、すでに未亡人となっていたマリアは、1767年11月12日に、ボンの聖、レミキウスカトリック教会で、ヨハンと結婚する。二人の間の最初の子供であるルートヴィヒ・マリアは1769年4月の初めに生まれたが、数日のうちにこの世を去った。おそらく1770年12月16日、二人目の子供が誕生し、翌日にルートヴィヒとして受選した。彼らの子供で成人したのは他にカールとヨハンの二人であった。ルートヴィヒの才能に気づいたヨハンは、息子の最初の指導者となった。息子の演奏のこととなると、ヨハンは極めて粗暴な性格になったとされる。ルートヴィヒが少しでも不出来な演奏をしようものなら、ヨハンは一家の恥だと激しく罵った。1787年にマリアが死去して、家族がますます若いルートヴィヒ頼みになる頃には、以前からアルコール依存症に陥っていた、ヨハンの状態は一層悪化していた。1789年、18歳のルートヴィヒには家族の支えとするためにヨハンの給料の半額が彼に引き渡されるという決定が下された。ヨハンはルートヴィヒがハイドンに学ぶためにウィーンへと立って間もなくの1792年、ボンで没した。享年52か53。選帝公、マクシミリアン・フランツは友人に宛てて次のような皮肉を書き送っている。ベートーベンが死んだことで酒税からの歳入源に悩まされているヨハンはフランドル系で母はドイツ人であり、その父のルートヴィヒがベートーベン家で最後の純血フランドル人であった。彼に近い先祖の大半はドイツ5県ラインラントや神聖ローマ帝国のプファルツ選帝公領出身である。ナチスはベートーベン家の出自にとりわけ関心を示した。ベートーベンの出自が人種的、国籍的に非ドイツ的な色合いを帯びた疑いのないことを確認すると、ナチスのプロパガンダや文化機関の重役たちは、彼の作品をドイツとアーリア人の強靭さの真髄として奨励するようになったのである。ヨハンの息子のうち、有名なルートヴィヒは生涯未婚のままであったが、次男のカスパール、アントン・カールは子供を設け、その子孫も健在である。しかし、現在存命であるカールの子孫の中で、ベートーベンの名前を受け継ぐ者はいない。最後は、カール・ユリウス・マリア・バン・ベートーベンで、彼は息子に恵まれぬまま1917年12月10日に他界した。注釈出典。ありがとうございます。